りでございますね。もちろんそこは保管ですね。10万キロ台でありますが、こちらですね、5月まで車検、31年5月まで車検があったものでした。あ、それ別の水色でした、すみません。一応一時ましょう。さ、26年の車検の記載になってますけども、内装の状態もいいですね。光結構いい、大丈夫ですね、見えますね。あっち側の運転席側に行けない感じがいいですね。見せてもらいます。このインサイトは売らないそうです、マニュアルですけど。1万キロシーマと並んでますが、1万キロの方と比べるとヘッドライトの方の曇りの部分が見受けられますね。こういう削っても削りきれない時ありますけども、はい、なんだか見えないじゃんって感じですけどね。カバーだらけになってる時代になりました。こちらもでもいいエンジンなんですよね、乗ると本当に安定したパワーで。これはバッテリー上がってるかもしれませんかね。はい、そうですね、バッテリーは上がっております。一応エンジンチェックがついてしまうということでですね、お安く掲載することになっておりますけど、ターミナル外してあるだけかな、はい。車検証のデータはありますし、いいですね、カセットデッキ。ああ、洒落てますね。ドリンクホルダー。ちょっと当たり判定が。このグレードもかなりいい方じゃないですかね。よし、隣に当てないように気を使わせていただきました。 4.5V8 でございますね。まあ、本当にこちらもですね、本当にチェック直ればもう全然元気だったっていうんで、あの表示がチェックランプついてるんで一応車検は受けられませんけど、まだまだいいかと思います。ありがとうございました。